皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、これね、可能性ちょっと出てきたんじゃないのかなと思ってる僕のねちょっと願望もありますけども、スクエにお願いしますということで、トルネコの大爆不思議なダンジョンのですね、開発元でもある、スパイクチューンソフトさんの最新作ですね、この間発売されたばっかなんですが、風鈴の試練ですか6の売り上げがですね、シリーズ最速の20万も突破ということで、おめでとうございます。めちゃめちゃ評価高いかったんですよ。高いんですよ。はい、それもね、ちょっとね、ネットの評価とか後でご紹介するんですが、これがですね、なんとシリーズで一番売れるんじゃないのかななんて言われているんですよ。この勢いでですね、ちょっとトルネコの大冒険ね、ちょっとスイッチリメイクもそうですかね、行ってほしいなと、来てほしいなという願いを込めてですね、今回ちょっと動画撮っていきたいなと思います。それではですね、早速やっていきましょう。ということでですね、僕ね、ドラケの動画これメインでずっと出してるじゃないですか。で、ちょくちょくね、トルネコの大冒険をスイッチでやらせてくれよ、スクエニさんって結構言ってると思うんですよ。で、やりたいやりたいって方もいると思うんです。だって、不思議なダンジョンとね、スイッチって相性めちゃくちゃいいと思うんだよね、ということをいつも言っていたんですが、そんなですね、スパイクチューンソフトさんの最新作の、ですね、試練の6がなんと20万も突破ということで、まずちょっとこちらご覧ください。FLA の試練の公式のアカウントなんですが、前回遊べるダンジョン RPG、ニンテンドースイッチ不思議のダンジョン風来の試練6、トグロ島探検録がですね、シリーズ最速で国内累計出荷数がですね、20万本突破ということで、これからも多くの皆様にお届けするため、本作のアップデートを続けてまいります。ということで、これちょっと売り切れが続いていたんですよ。あのね、ドラケンモンスターズ3と同じような状態でパッケージ全然なかったんですよ。はい、でね、取り上げようと思ってたんですが、ちょっと僕ね、ペルソナ3がちょっと忙しくて忙しくて、ちょっとそっち以外はちょっと手がかかりまして、手がかかるというか、なかなかね、ちょっと動画撮れなかったんですが、まあ、いずれ出そうと思っていたんですが、なんとこれだけ売れてるということで、20万本がとんでもないということなんですよ。ですね、まずこのですね、快挙どんな感じで進み出たのかってちょっとね、振り返っていきたいなと思うんですけども、まずはこちらです。風来の試練6が、初週販売本数がですね、なんと 85,424 本ということで、こちら貼っておきます。初登場2位でですね、これが結構盛り上がったんですよ。風来の試練爆売れじゃんってネットがすごい盛り上がったんですよ。でダウンロード込みで10万もう超えてるって話になりまして、でこれを見た方がですね、そんな売れてるんだったら買いに行こうと思って、パッケージ版が全然売り切れてたということで、ドラクエモンスターズ3現象が起きたわけですよ。当たって言いますが、なんとダウンロードがまた爆売れし始めたということなんですよね。で、フラの試練シリーズって、まあ、後で売り上げ出すんですが、あのね、2万本とかいうのも確かあったはずなんですよ。10万も届かない作品のが若干多いですよ、正直。なんですが、初週売り上げでですね、まあ、パッケージ版なんですよ、これ8万本っていうかね、ダウンロードいたら10万本と超えてるということで、本当にね、ドラケモンスターズ3現象が起きたということで、ちょっとびっくりしていたんですが、でですね、ドラケモンスターズ3現象、皆さん思い出してください。その後パッケージが全然、なくて、ダウンロードランキングがとんでもないことになったこと覚えてますか？で、ここからなんですが、ちょっとダウンロードランキングちょっと見ていきましょう。こちら今開いているのが、任天堂のですね、マイ・ニンテンドーストアなんですが、これ、たった現在ですね、2月の6日ですか、なんですが、ダウンロードソフトランキングということで、なんとスイカゲームを抑えてですね、不思議のダンジョン風来の試練6がですね、第1位ということで、おめでとうございます。まだまだ売れる。いや、ちょっとね、これね、あの新作が出なくてもいいんだよ、僕的には。いつも言ってますが、トルネコのダンジョンね、そうなんだよね、リメイクできるだけで、リメイクというか、もう移植でもいいんだよね、別にね。ちょっと綺麗になった HD でもいいんだけど、前から言っているんですが、これがこんだけ売れてると、現在も売れているので、もっと売れていくんじゃないのかなと。ね、な、こういう、なんていうんですか、ゲームはこう、もしかしたら口コミでですね、100万も、いや、100万難しいかなと思うんですが、50万本とかね、言ってくれたら嬉しいですよね。で、これがですね、どんだけ快挙かっていうの、ちょっとですね、皆さん、歴代の、このですね、売り上げ、ちょっと、簡単にちょっとまとめてきたので、ちょっとね、こちら見てください、ドドンということで、風来の試練のですね、過去作の売り上げですが、ちょっともっと細かいのがあるんですが、ちょっとこんな感じでざっと見ていきますけども、
え、不思議のダンジョン2フライの試練と、あ、ごめん、1がないな。ごめんなさい。1どっか行っちゃった。ごめん。すいません。じゃあ 2からのお願いします。で、2めちゃめちゃ売れてるっていうことで、ちょっと追加集めてしまったんですが、22万本超えているんですよね。で、この不思議な男女風来の試練、この 2個あるのの方、ちょっと僕ね、試練シリーズちょっとやったことなかったので、ちょっと過去作ちょっとわからないんですが、これ合わせてもいいのかな、ちょっと50万本ぐらいいってるんですよね。で、3が9万本でですね、ポータブルが3万本でですね、4がちょっとね落ちてくるんですよね。合わせても10万もいってないということで、5に関したら結構ね、なんか僕やってないからわからないんですけども、一応ネットの反応を見ると、なんかあんまり面白くなかったっていう人の声が多かったです。はい、僕やってないんで本当に申し訳ないんですが、そんな感じの声が多かったんですよ。なので6に期待してないよっていう声があったらしいですね。でですね、僕らが待っているお話なんですが、トルネコ大冒険ですかのですね、売り上げちょっと見ていきましょう。こちらになります。トルネコ大冒険不思議なダンジョンということで、まずですね、80万。めちゃめちゃ売れてんじゃん。ね、無双シリーズもゼルダが一番売れたみたいな。で、無双シリーズ100万本超えることがあるんだかないんだかで、ゼルダ無双だけが300万本超えたみたいなあったじゃないですか。あれと同じような状況だよね。トルネコ大冒険ノーマル版、いや、1ですか、がですね、80万本。2がアドバンス版、あ、もっと違うのあるのかな、57万本。すみません、ちょっとね、ちゃちゃっと探してきたので、ちょっと抜けてる人多いかもしれませんが、トルネコダンジョン、不思議なダンジョン、不思議大冒険3、不思議なダンジョン、これね、生放送やったんですが、50万本、50万本すごいね。ドラゴンクエスト、ヤンガスの大冒険、少年ヤンガスと不思議なダンジョンが57万本ということで、ここにですね、ネタがなければちょっと分かりませんが、ドラゴンクエスト神とマヤの不思議なダンジョン、どうですかスケニさん、めちゃめちゃいいじゃんね。神とマヤの不思議なダンジョンめちゃくちゃいいじゃん。売れるよ、絶対売れますよね。やりたいですよね。なんかやっぱ神とマヤって何でも使えるよね。もう一回モンスターズ主役でもいいかなと思うしね、全然いいですよね。なのでちょっとね、トルネコの大冒険っていうのはもう3以上出ないのかな、4は無理なのかな、ちょっとわからないんですが、やっぱトルちゃんやりたいですよね。やっぱトルネコ好きだと思うので、まあ神とマヤとかね、なんでもいいし、ドラケー5のね子供たちとかでも思うし、あー、いいね、素晴らしくいいじゃないですか。お父さんを探してる間に迷い込んだ不思議のダンジョン、どうですかスケニさん、どうですか。ということで、ちょっとね、冒頭に戻りましょう。それはでですね、先ほどの20万本突破ということなんで、本当に、ね、おめでたいことなんですが、これに対するですね、ネットの反応ちょっと見ていきましょうということで、こちらになりますね。まずこちら、大成功すぎだろということで、ちょっとね、噛みすぎですね、僕ね、ちょっと興奮しています、すいません。トルネコの大冒険がスイッチでできるかもと思うだけで、僕が勝手に言っただけなんですが、ちょっと興奮が止まらないんですが、Steam で出しても売れなかったと言ってたし、ですね、スイッチ独占で正解と。で、なんでこんなにね興奮してるかというと、レトロフリークってあるじゃないですか。皆さんご存知だと思いますけどもね、いろんなこうゲームできるようになるやつがあるんですが、あれね、つけるのめんどくさいんですよ。正直あるんだけど、めんどくさいんですよね。僕ね、あれパソコンにつなげながら結構実行したりとか、ドラッケ5とかね、オリジナル版実況したりすることあるんですけど、生放送やったりするんですけど、でパソコン立ち上げて、まあパソコン立ち上げなきゃいいんだけど、パソコン立ち上げてあれ作ってやるのめんどくさいんですよね。なのでね、ゴロゴロしながらベッドの上でトルネコやりたいんで、前から言っているんで、なのでですね、ちょっと興奮しているんですが、売れたな、ダウンロード率が5割かということで、そうですよね、パッケージ10万ぐらいなので、シリーズ最速来たわねということで、本当おめでたいことだと思います。はい、素晴らしい、嬉しいですよね、こういうね、過去にこうちょっと売れたシリーズがちょっとグーッと落ちちゃったところに、こうスイッチバブルに乗っかってみたいな感じでね、売れていくのいいですよね。しかもそれがね、トルネコの大冒険にちょっと関わるものになるかなと思うので、不思議なダンジョンシリーズなので、アップデ気になるんで、アップデが来るそうですね皆さん。シリーズ最高売り上げ達成しそうだなということで、先ほどの言った通り、シリーズ2がめっちゃ売れてるんで、これ2つ合わせていいのかちょっとわからないんですけど、でも50万でしょ、まあいずれ売れるんじゃないのかななんて思っております。ということでですね、今回はですね、風来の試練6が爆売れということで、もしかしたらこれがトルネコの大冒険とかヤンガスとか他のね、ドラケのですね、不思議のダンジョンシリーズにちょっといい影響を与えてくれたら嬉しいなという動画でした。皆さんぜひですね、皆さんやりたい方がね、スイッチやりたいと思うんですよね、トルネコとかね、と思うドラケシリーズの不思議ダンジョンね、やりたいと思うので、まあもしかしたら救いにだからね、もしかしたら
チョコボの新作になる可能性もありますが、この動画ぜひですね皆さん拡散していただけると、高評価とかねコメントとかじゃあ打っといてください、よろしくお願いします。今回はですねこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。